福光駅は、富山県南都市荒木にある、西日本旅客鉄道上花線の駅である。また、かつては、国鉄自動車名金急行線、ふとし山や線及び、稲見線の自動車駅であった。開業当時の福光駅昭和20年代の、福光駅。国鉄バスが発着している。古戦橋の完成を報道する、新聞記事ホーム相対式ホーム2面2線を持ち、 列車交換が可能な地上駅である。北陸広域鉄道部管理課の簡易宅駅である。駅舎に入居するタクシー会社、福密タクシーが窓口業務を受託。緑の窓口に JR の端末を設置している。駅舎は1983年4月1日に竣工した。鉄骨コンクリート平屋建てで、走行費は9200万円であった。 2002年5月からは校内に清ク・福密駅店が開設されていたが2014年8月25日をもって閉店した。同店は上花線内最後の駅構内における売店であった。待合室とホームのベンチには富山県立南都福密高等学校の生徒が作成した座布団が設置されている。富山県立南都福密高等学校の生徒により 長年にわたり、駅内の清掃奉仕活動や座布団の寄贈が行われてきたことから、同校は2021年7月に駅業務の管理委託を受けている福密タクシーから表彰を受けた。1975年当時の当駅周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは、1980年9月25日に廃止された。 1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。福光の中心市街地は、駅前の小矢部川に架か,かる、福光大橋を渡った先にある。 金沢駅方面などへのバスが発着している路線などは2020年時点、福光駅を発着する路線のみ記載。ありがとうございます。